さんこんばんは、今治タイムズです。高部さん、はい、今日もですね、今治市にある笑顔の安心飲食店もご紹介していきたいと思います。はい、で、ね、今日お邪魔しているのは、うん、厚本町にあるこちらおふざけさんです。この赤い提灯が目印のお店ですね。まあ二人とも顔真っ赤かいけどな、おやじゃあ早速ね、中に入っていきましょうか。今日なんかここのお店さんは坂部さんのお友達というふうに私伺っているんですけど、どんなふざけた方がいらっしゃるのかっていうね、ちょっと楽しみにしております。坂部さん以上にふざけた人って多いの？いや、どうなんですか？ちょっと待って、これ今回俺を、え？あ、そうなん？俺、いや、メインですよ坂部さん今日。あのね、ほんとね、行ってみようか。行ってみましょうか。いや、いろいろ言いたいこといっぱいあるんやけど。はい。行ってみましょう。はい、お邪魔します。はい。こんばんは。こんばんは。はい、入り口入ってすぐに消毒液あります。そしてね、体温測定もこちらの機械でできるようです。手をかざして。体温正常。はい、正常です。びっくりしました。出ましたね。てか、ほんとふざけとるな、ここ。じゃあ、入りますよ。はい、お邪魔しまーす。いや、ほんと、しょっぱなからふざけてますよね。はい、お邪魔しまーす。こんばんはー。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします、今日は。よろしくお願いします。そしてね、入ってすぐにサーキュレーター、あります。はい。そしてね、こうしてお席にもパーティションありますね。私はこちらにお邪魔してよろしいですか？はい、そしてカメラさんこっちに来てください。はい。はい、正面にですね、あれこれは空気清浄機ですか？そうです。はい、こちらも設置されてあります。はい、そしてあちらですね、笑顔の安心飲食店の認証店のレシートも貼られています。はい、ということで今日はよろしくお願いします。はい、中さん、よろしくお願いします。なんか早速結構ふざけてますね、この。そうでしょ、ね、大真面目なんやけど。はい、今日こちらのお店をご紹介いただきます。おふざけオーナーのゆかさんです。今日はよろしくお願いいたします。可愛らしいお店ですね。ありがとうございます。本当に可愛らしいお店ですね。棒読み。本当にいい。なんかね、まあ、こじんまりとした、はい、いいとこでしょ。はい、提灯がね、めっちゃものすごい人気なんですよ。はい、で、早速なんですけれども、感染対策で力を入れていらっしゃるところを教えていただいてもよろしいですか？空気清浄機とか、はい、サーキュレーターを使用してもらって、はい、換気は結構しっかりとしっかりしてる方だと思います。はい、ありがとうございます。特にここの小さいながらも窓が少ない。そうですね、ほぼないんで、特にその玄関の定期的な時間の改変として、空気の入れ替えであったりとかっていうのを徹底しているらしいんですけど、もう見たことないです。いや、換気扇はあちこちについてます。奥にも一箇所あります。はい、ありがとうございます。坂部さん、よくこちらのお店にもいらっしゃるんですか？よく来ますね。ほぼ毎日のように通ってます。いらっしゃるんですね。ありがとうございます。1回だけですか？そうなんですね。なんかふざけてますね、本当に。はい、ということで、はい、早速なんですけれども、はい、今日おすすめメニューということで、はい、今おでんもねご準備いただいています。とってもね熱々で、言ってください、グツグツと言っていますけれども、はい、では早速いただきます。わー、嬉しい。私ね、卵大好きなんですよ。卵に、でこれすごい大きさですね。大根、大根見て、これすごい。はい、これでいただきたいと思います。では、はい、いただきます。
雑ですね。美味しい。この大根にこの出汁がすごく染み込んでてめちゃくちゃ美味しいですね。これお出汁にこだわりがあるんですか？特にこだわってはないですけど、継ぎ足してるのが。あ、そうなんですね。継ぎ足し継ぎ足しで。深みが出るのかも。ね、味に本当に深みが出てとっても美味しいです。ね、曽我部さん。はい。あの野菜の、はい、ね、うん、味もかなり出汁になりますし、うん、美味しいです。白菜も入れてます。白菜もね、こういうの日々材料を変えながら出汁も変わっていくんですよね、はい、その日のあるマッパとかも入れるようにしてます、うん、そうなんですね。だって見てこの大根の色すごいでしょう。しっかりね入れる色がしますね、美味しい。温まりますね、この季節ね。はい、そしてね、ちなみにさっきもおっしゃっていたんですけれども、このおでんの中にね、見てください、白菜が入ってるんですよね。これ珍しいですよね。そうですね、うん、その季節に合わせて、はい、いろいろ入れてます。レタスとか。そうなんですね、葉っぱものも、珍しいですね、すごめさん、うん、入れる理由は何なんですか？入れる理由、おでんの具はありきたりだから、うん、ナッパ系入れたらいいかな。これは沖縄に旅行行った時に思いついたんです。沖縄の方は必ずナッパが入ってる、はい、そうなんですね。それって思いついた話に思いついたじゃないですね。ここでも出たね、ふざけとる。パチクリ商品がもう一個ある。何ですか？親子の。まさかあの今治の名グルメがあるんですか？はい、親子の焼き。大丈夫ですか？出しちゃって。ぜひ。本家の本家を前にして、曽我部さん、本家が目合わせてくれない。ジャッジお願いしていいですか？いいですよ。よし、やった。お墨付きをいただきましたので。いや、まだやと思う。食べることに対してやと思うんで。はい、あの親子の焼きを飲むときに食べたい人はぜひここにっていう、はい、今日お墨付きをもらえるようにしっかりとお願いします。ありがとうございます。できたみたいです。お待たせしました。わー、美味しそう。これあのね、すがめさんスペシャルだと思うんですけど、マヨネーズが乗ってる。そう、あ、よくご気づいた。マヨネーズはいつもしてないです。いや、見たら分かる。マヨネーズ。では、はい、本家の親子丼さんから見てね、まあ、味は間違いない。美味しいですよ。もちろん。ということは親子丼認定。バザーイ。メニューに、いやいや、全然普通に美味しい。普通に美味しいです。お、本家の購入いただきました。ありがとうございます。味はこちらで、ね、焼き方完璧でしょ、うん、焼き方はこれ完璧。イエイ。ということは、おふざけさんでの親子ロの販売は、許可します。曽我部さん、はいよ、あの、稲子の認定したかどうかだけ今、コポコポ見ますぞ。ごめんなさい、すいません。家内って飲み物いるんよ。これ、はい、ビール飲みたいんやけどね、これ食べたら。そうですね。で、曽我部さん、親子の認定は大丈夫ですか？親子は僕は保証しますよ、親子は、はい、認定別として ね、これは保証しますんで。イベント以外で食べれるっていうのは、ここだけです。ということで。はい。ありがとうございました。はい。また、親子の食べに行きます。おでん焼き。ゆかさん。はい。
こちらのお店なんですけれど、始められてどのくらいなんですか？14年です。14年もされてらっしゃるんですか？移転してからは1年ですけど。はい。あ、じゃあ以前は別のところでされていらっしゃったんですね。はい、ちなみに、このおふざけというお店の名前なんですけれども、由来はどういったんですか？由来ですね。はい、まあ、楽しく、はい、みんながふざけ合いながらね、うん、いる空間が作れば作りたいなって思って、はい、おふざけというのがされてたんですね。素敵ですね。で、いろんなところにまあふざけていらっしゃる点は多々ありますけれども、ね、真面目にしてますでもなんかそれもこのお店を楽しむなんか、ね、一つなのかなというふうに感じますね。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。では最後にですね、はい、視聴者の方に向けて何かメッセージを頂戴してもよろしいですか？はい。感染対策もちょっと自分なりにやってますので、またよろしかったら真面目にふざけに来てください。待ってます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。